はい、今回はですね、こちら、今日ちょっとね、もう金曜日だったんですけど、買ってきましたですね。金曜日で発売日から1週間以上経ったんですけどね、そんな時に初回なんて売ってるわけねえじゃないかと思ったんですけども、ね、売ってたんですね。一つだけ残ってましたけど、初回がね、1週間以上経って、奇跡的にこれ残ってたんで、発売からね。まあ、発売から1週間も経っちゃって、さすがにもう残ってねえかなと思ったんですよ。定期的に残ってましたので購入することができたんですが、これがボクシーです。ではね、本当驚きましたね。1週間経ってから買ったっていう、のであれだと思うんですけども、これがあのボクシーですね。で、ボクシーとしてこれは2022年の1月、だから最新のボクシー、新しくなったんですね。で、これは、トヨタミディアムクラスビギマンのボクシーのは、今回フルモデ検証から4代目となったんですね。で、ラインナップはハイブリッドの SG、ハイブリッド SZ、ガソリン車の SG、SZ を設定。それぞれ 2W、4W を用意し、ハイブリッド SZ、SZ、SZ、SZ には7人乗り、ハイブリッド SG、SG には7人乗り、8人乗りを設定。ガソリン車のエンジンは 2.0 リッターダイナミックフォースエンジンにドライブ、なんとか CVT を組み合わせることで力強くダイレクトなスピードを優れる燃費能力を実施、ガソリン車としてクラストップレベルの WLTC 走行モード 15.1 キロを達成する。で、ドライブ CVT はマニュアル感覚に出血エンジンが楽しめる10速車点のシステマチックを設定する。ハイブリッド車は 1.8 リッター直列4気筒 DOA 新エンジンを搭載を採用する。する10速シアペンジャルシフトマチックを設定する。で、ハイブリッド車は 1.8 リッター直列4気筒 DOA 新エンジンを、採用し、すべての電動モジュールを印刷し、モーターバッテリーの高出力化とシステム効率化のように、ミニバンにおいても心地よい加速と優れた燃費性能を高次元による。WLTC モード走行燃費は20クラストップレベルの 23.4 キロを達成。エクステレアは先端かつ特徴的なスタイルを達成し、フロントはラウジーな薄型アッパー部分と分厚くスクエアなロール部分の組み合わせによってコンストラクトの強い立体構成と個性的なグラフィックを実現。さらに怪しく種類特徴的なフロントリアランプによって夜でもその存在感を強化する。インテリアにはブラックアウトしたスリムなフロントピラーや水平調光で低くワイドにされたインストメントパネル、ドアトリムに加え、アシストグリップやエアコン吹き出し口などの機能を生かした配列したルーズ周りが、しっきりとした見晴らしの良い開放的機能感を実現し、安全設備や先端機器を搭載し、機能を向上した最新の予防安全パッケージ、トヨタセーフティーライセンスを発行したが、パワースライドドア出力者に安全後方アシスト、ドアオープンキビル付きオプション設定。急停車時にパワースライドドアを開け、乗客しようとした際に後方カーの接近車両、含む自転車がスライドドアもしくは乗車した乗員と衝突する可能性が高いシステムで判断した場合、車内への注意警告を加え、スライドドアで途中停止またオープン操作をキャンセルする。で、ボディカラーは周囲の上、マッシブグレーの含む全6種類というのを用意しているということなんですね。で、まあ、今にはちょっと高いですね、なんかね。一番お安くても、まあ、320、SG が328万8000円。で、燃費がさっき言ったけど14.3。まあ、すごく燃費が良くなりました。で、一番上のやつでも396万円、まあ、400万近くするんですね。で、これがフルタイム四駆で22リッター、リッター22キロも走る、ハイブリッドですね。で、走ると。すごく、まあ、燃費がもう14から22という、すごい燃費が良くなって、昔はの燃費基準がちょっと違ってたってことになって、昔はカタログで数値されてる燃費よりも落ちてしまうっていう場合があったんですね。だからリッター10だって言ってるところを、例えばリッター7か8ぐらいが走んないみたいなね、そういうふうなところだったので、今はその逆で、逆っていうか今はそのカタログで数値がリッター17って、本当にリッター17キロ走るっていうふうになってるんですよね。だからそういう風に時代にこう変わってきてるんですよね。だからやっぱりその時にやっぱり昔の燃費の基準の仕方が間違ってるんじゃないかっていうような、なんかね、デタラメな燃費数値下がるんじゃないよみたいな、そういう風
なところでちょっとこう厳しいご意見というのが言われたりしてたんじゃないかなと思うんですよ、その背景がね。でそれで、まあ、自動車を販売するにあたって各自動車連盟が、まあ、自動車連盟の長官の人たちが、まあ、そういう燃費基準を変えようって新しい燃費基準に変えたんですよね。でそしたら、お客様に満足していただけるような燃費基準というのを達成することができたということでね。でしかも近年どん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 新しい新会社が出れば出るほど燃費というのが、格段にアップしてきてるというのが近年の自動車のところではないかなと思いますが、まあこれは本当すごいですね。ただ値段的にもう400万近くですからね、一番グレード上でも400万近くするんですよね。あのボクシーっていうと一般の別になんていうのアルファードだとかベルファイアなんかもっと上の車があるから、ああいう高級ミニバンと比べて別にすごい高級車ってわけでもないんですよ。でもすごい高級車ではないんだけども300万から400万近くはするという値段で、車両本体だけどね。だからもうやっぱり年々やっぱりいろんな機能とかがついてきてね、昔の20年前とか10年前にはなかったような新しい機能とかが、安全設備とかね、快適設備とかついてきちゃったりするから、まあそれでどん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 、まあそこに物価高なんてのもあってどんどん高くなってきちゃったんですね。だからもう400万近くするっていうね、ミニバンに400万も誰が払うんやろうっていうような、ちょっとそういう疑問点もあるけど、ね、でも払って買う人もいるからね。あるいはほら、リースとして借りるみたいなね。まあ、長期にはたてリースで借りますよ。例えば5年間だけ乗ってください。あとの5年は売るなり、手放すなり、違う新車に乗り換えるなりできますよ。それで残りのローンを組んで、すると、まあ、新車が全部新車の時で買った値段に全部当てはまりますよ、なんてことを言ってる商売もあるんだけど、でもあれちょっと怪しいんですよね。どうしたってやっぱりほら、新車で乗ってる人って最初はいいかもしれないけど、どうしたって傷だとか、バンパーのへこみだとか、擦れとかそういったものが出てきちゃうからね、長く使ってると。で、そうすると、まあ、その時に査定に5年後経って、査定に再度査定審査した時に、あれこれ傷が多いなとか、いや、ここにへこみがあるよとか言って、結局、再度査定した時に、ね、残り半分の金額で済むかって言ったら、ちょっと残り半分の金額では済まないねっていう風になるか、あるいはまあ選択肢が減ってしまうとかね、この車を乗り続けるしかないとか、結局的にはその車を乗り続けるしかないっていう風になるか、あるいは手放すしかないっていう風になるか、まあそっちの部分に絞られるんだろうね。だからああいう風な、まあカラベルみたいな、ああいう風なね、カラベルってのは要するに新車を半額乗れるよみたいな、ああいうとこ歌ってるところってのは、あれは注意した方がいいと個人的には思います。やっぱりどうしたってやっぱり傷だとかへこみだとかそういったものはどうしたってくっついてくるもん、ね、どうしたってそういったものは運転が下手な人も余計そういったものがあったりするから、それで5年間乗ったからあとの5年分再度ローンで組んでね、審査して大丈夫かっていうとそれは怪しいなと思う。だったら最初から全額でローンで払うかね。まあもちろん今ひどいのは、今新車をね買ってもそのローンで最初組んじゃって、あとは車が来るだけだったらしいんだけど、車がなかなか来なかったのね。車を待つ間にもう2ヶ月待っても3ヶ月待っても車が来ない、下手したら1年待っても車が来ないなんていう、そんなんで今とんでもない状況下が来て、でそういったところが日本の全国があちこちに来てるんですね。でメーカー側はそんなこと言われても知らないよってひどい対応されてるんですよ。なんでかっていうと、そのローンを組んだのはその例えばトヨタだったらトヨタのメーカーの子会、各地方に取り扱っているそういう町の自動車販売があるよね。でそういったところに提供してるだけだから、だから私たち本社はまあ、トヨタだけじゃなくて日産でも鈴木でもマツダでもそうだけど、みんなその各自動車メーカーはもう責任は負いませんと。うちのお店に、要するにディーラーが運営してるお店に来て、そこで契約をしてローンで組んで車を買っていただいたお客様には、まあその何らかの対応としてするしますけども、そういうふうにもう何て言うの、頼んね、契約で頼んだ、町の自動車修理工場みたいなね、ああいったところのお店ではそれはもういくらローンで組んだからっても関係ありませんと、ローンで組んで車が届かないから関係ないっていうひどい状態なんですね。
で、その方針というのは結局変えることはないみたいなんですよ。ただそれがあまりにもほら、ね、お金を先だけ払いつって、お金だけ先払って物が届かないみたいな、そんな状態になってるわけだから、それをずっとね、するってのはおかしいだろうと。いくらすると自動車メーカーが各自動車小売店のね、あの自動車の契約してるその地方の自動車屋さんに任せてると、いや、完全に任せていいじゃないかと。そこの会社が運営が悪くて、ね、お金だけローンだけ先分だ、あとは知らねえよって、そっと会社ごと倒産しちゃって知らないってなって、紙切れだけ渡されてね、もう車届きませんから、はい、もうこれで終わりですみたいな形でバーンってやられて、みんなそれで泣き寝入りしてる人が多いわけだから、やっぱりそういう風な世の中ってのはおかしいと思う。でそこはやっぱり自動車メーカーというのもきちんとそういったことに対してきちんと対策を考えていかないと、やっぱりこれはやっぱり車を買ってくれるさるお客さんは減っていく一方だし、やっぱり年々実際に自動車、新車の販売も高くなってるわけだから、まあそれは若者にますます買ってもらえないだろうなっていうふうに思いますよね、どうしたってね。うん、まあそういう大問題っていうのがありますけどね。ただこれはトヨタのそのボクシーという車で、まあなかなかこういうふうに内装もこうできてるし、こういうのもできてる。ただ今の車みんなこんないかつい顔してるのね。あの、車がすごい顔してるんですよ。もう、もう、近寄るなみたいな感じの、もうすごいもういかつい顔してる。もうイライラしてる顔してるんですよね。いつもストレスが抱えてますみたいな顔してますから。あんまりそういう車ばっかりになってしまうっていうのはちょっと残念だなと思うんですけどね。まあ、こういったものが。あるわけです。これが今のボクシーです。で、それでいて顔がいかつ上に値段が500万ぐらいするっていう、400万か、とんでもなく値段が高いので、果たしてこれで買ってくれるのかと。今、新車の値段が高いでしょ。で、それでいて、新車が届かないなんて言われてるわけでしょ。だからディーラーの方でも言われましたよね。で、ディーラーの方でも、あのディーラーのところ行ってね、あの車買ったことありました、車買いましたけども、まあ、その時にね、言われましたからね、あのそういうところでは、ね、新車はちょっと今お買いになってしまうとね、納車するまでの間にえらい時間とか新車がかかっちゃう、下手したら1年ぐらいかかっちゃうんで、あんまり新車はちょっとね、私どもとしては新車を正直売りたいんだけども、でも納車するまでの間にすごい時間がかかっちゃって、それは何でかって言ったら半導体とかね、コロナの影響による半導体の影響で、その部品が、その輸入してくるからそれがストップしちゃったりとか、大幅に遅れちゃったりとか、物を作るのにちょっと支障が来ちゃったりしてるっていう、自動車を作るとかね、いうそういうことも入ってるんですよ、実はね。だからそのメーカー側としてはそう言ってね、お客様に早く車を届けたいんだけども、まあ、そういうことがちょっとできられにくいんですよみたいな、いう状況になってるんですよね。うん、だからそういったようなものも事実としてあるんで、まあ、新車には魅力っていうのはね、それは中古に比べたら新車だから、その最初に買った人がオーナーですからね。うん、ワンオーナーとかツーオーナーとかじゃないですから。だからもうツーオーナー、スリーオーナーじゃないからね。ワンオーナーですから。だから、そういったところが魅力。あとは新車のね、デザインだとか、設備とかそういったのも魅力だと思うんだけども。まあ今の時代新車で買って新車が届いたっていう人は幸運な人ですよ。今ほとんど新車を買ってもその半導体だとかあるいは地方の自動車屋さんに任せたら車が来ねえじゃないかなって、そんなとんでもないことも言ってるから、まあね、なかなかね、そういった中で車が届くってのはなかなかないことなので、まあ私は新車というよりも中古車を探して、程度にね、型が新しくても中古車からあるから、まあ、そういったものを手に入れた方が一番近道じゃねえかなと思うんですけどね。うん、まあそういうことですよ。でもまあそういうな困難にありながら、今の車の燃費はリッターが24とか、もうリッター20以上平気で越すようになってきてるからね。やっぱすごいなって思うね。同時に今の時代にまだガソリン売って、今の時代にまだっていうか、今の時代にガソリン車を新車でまだ売ってるんだっていうね。ちょっとびっくりしたのもあるけどね。今だったらほら、ガソリンとモーターを連動したそのプリウスみたいなハイブリッドカーがこんだけ広まってるわけだから、今の新車はみんなその、まあ、ハイブリッドに全部なってるのかなと思いきや、コロノアに関しては、まあ、ハイブリッドも用意されていますけど、ガソリン車も今通り
販売しますよみたいな、いうところですよね。そこはちょっとね、やっぱり時代に、まあ、合わせて、なんていうんだろう、まあ、ガソリン車というか、ハンドキック車にしちゃった方がいいんじゃないかなとも思うんですよね。うん。ただ、まあ、ハイブリッドの場合だと税金なのも、ね、お安くなったりしますからね。うん。だから結局、軽自動車とハイブリッドカーどっちがお得かっていうと、あんま変わんないんですよ。携帯したら軽自動車でちょっと安くなってしまうかなというぐらいなんですよね。税金とかで言ったらね、下手したら。だからそれぐらいなんで、まあ、あんまりね、大差がなくなってきますよね。うん、そういう面で。昔は普通車と軽自動車って言うと大きな違いがありましたけど、維持時の面でね。ところが、まあ、ハイブリッド車で、ハイブリッドカーになって、国がね、ハイブリッドカーを保証してるということもあって、やっぱりこう、そんなに軽自動車の維持費と普通車の維持費がそんなに大差が出てくるかっていうことがあんまりなくなってきたかなっていう、それはいい意味でね、なくなってきたかなっていうふうに思いますけども。うん。でもまあなかなかの、ですね、後ろはちょっとね、まあいいんじゃないかなと思うんだけど、前がすごいイカつい顔してたね。昔初代のボクシーっていうのがね、流行りましたけど、あれは、ちょっと、あれも顔がいかつかったけど、まあ、それでもそんなにオラオラ的みたいな顔つきじゃなかったんですよね。どっちかというと、まだこう、スポーティーなような感じだったんですよ。ところが、今のボクシーって、すんごいいかつい顔して、これだともう完全にノアとあんまり大差がなくなってしまいましたね。うん。なので、まあ、そういうところがちょっとこう、残念かなっていうところではありますけど、まあ、これがと、今、新車が発売されているというやつですね。で、これは残念ながらやっぱりサスペンションしかないと。こういうトミカがまた値上がりですよ。ね。前に値上がりしたばっかりやろうかと思うんだけど、また値上がりすんのかいみたいなね、ところがあるんで、まあ、いい加減にしてほしいなと思いますね。うん。だから、そういったところでこう、スライドドアとかそういったものをなぜつけないんだっていうね。うん、大きさ的には昔のやつに比べてね、弁士事件とか比べたら戻りましたけども、まあ、なんていうんだろうね、こう、ちょっとサスペンションしかないってのは、あまりにも白いんじゃないかと。で、それで、値段を高くしてしまいますみたいなね。だからもう6月、だから来この次の来月で、もうトミカは新車が値上がりして、500円近くなのかな、なってくると思う。今は若干400円ちょっとぐらいの差だけど、下手したら500円ちょっと超えるぐらいの金額になってしまうかもしれませんね。で、それを考えるとちょっと恐ろしいですね。ですから、まあ、なんて言うんだろうね、こう、値上げするんだったらば、ね、もうもっとこう、なんて言うんだろうね、サスペンションだけにするんじゃなくて、ちゃんとドアの開閉だするとか、ボンネットが開くだとか、そういったアクションっていうのをね、それをまたこう復活してほしいなっていうのはありますね、数多くね。あるいはこういう、まあ、この時にとってはトラクターとかみたいな、耕運機みたいなね、ああいうと特殊の車っていうかね、うん、値上げするなら、やっぱりそういう特殊な車とかも、で、程度のいいやつを出してっていうかね、作りのいいやつを出してくるっていうのにした方がいいんじゃないかなと思いますよね。というわけで、どうもありがとうございました。